はい、キーボーちゃまチャンネル、いつもご視聴ありがとうございます。いつもこのチャンネルでは、猫ちゃん中心の動画をお届けしていますが、今回は GR コペの紹介動画になります。コペ GR スポーツですね。昨年の3月登録で約1年半乗ってきたオーナーさんにいろいろお話を聞いて、おすすめできる車両なのかという動画を撮っていきたいと思います。この車両は H ケースのですね、オプションのマフラー、それと GR のエアの3点とをつけた車両となっています。詳しい動画は、キーボー趣味の部屋チャンネルの方で、動画をアップしてますので、そちらの方でもご覧になってください。はい、それでは1年半乗ってきたオーナーさんにおすすめできる車両なのかを聞いていきたいと思います。はい、エッジケースのオプションのマフラー、あと TRD のパフォーマンスナンバーついております。オーナーさん、あれかな、1年と実質は1年と4ヶ月4ヶ月か1年早いね、1年と4ヶ月や。そうですね、去年の2022年の3月や。3月の7日に納車して。そうやな、うん、ってことは1年4ヶ月か。1年4ヶ月そうやな。で、納車した時に TRD のパフォーマンスダンパーと、H ケースのマフラー入れとったやな。そうです。で、今年に入って1年経ったからってことで、まあちょっとこの GR のエアロ組んだよな。な、これとこれと、まあ、詳しいこれの動画は以前上げてますので、そちらを見てください。キーボー趣味の部屋の方でアップしております。これ結構したな、後ろのこれとサイドとフロントのスポイラーとで、これよな、これで全部で、ね、21万ちょっとぐらい。あ、全部でな、うん、1,2,3,4 点セットか。そうやな、21万、22万、5000円とか、うん、結構でもするよな、これちっちゃな部品やけどな。まあでも実際つけてみて作りが良かったな、うん、あのピシャッとしようよな。デフィニション変わったけつけてみた。いや、あ、これはいいな、うん、あのノーマルの状態から比べて、このつけた状態を見たときに、あのいいなって感じよな。つけてよかったな、映えるよな。まあ走行動画等も過去アップしてますので、そちらもキーボー趣味な部屋のチャンネルの方で見てください。つける前の動画とつけた後の動画もアップしております。これはあれやな、ちょっと金額的にはそこそこあるけど、コペン乗りとしてはおすすめのオプション。そうです、参考にしてみてください。オーナーさんがつけてよかったというオプションになります。それとマフラーは絶対つけるべきかな。どうだ、絶対って言い方ちょっといけんな。まあ人それぞれですよ、ね、音いいよな、あの純正のあのマフラーも割と音が良かった。あ、音自体はな、でも下にこうゾウさんみたいになっちゃうけど見た目が悪いってやろ。そうや、見た目が嫌やったよな。でもこれさ、新車の時につけた時と比べてさ、この前試乗した時にうるさくなっちゃったな、自分でも思うやろ。
これよう車検通るようなっちゅうような音出ようよな。通ってもらわなくても、いやいや、そんな音が出ようよな。まあ、ちょっと音聞かせて、うん、いや、過去にも走行動画等でアップしてますが、このコペンの H ケースのですね、オプションになりますが、H ケース製のマフラー、ほんといい音がしますので、これは 7,8 万のオプションとしてはなかなか安いんではないかなと、おすすめのアイテムとなってますので聞いてください。7万9000円かとんぐらいよな、7万台やったよな、このオプション後半よな。閉まってる姿もいいけど、やっぱあれやな、愛情がいいな、愛情がいいな、やっぱかっこいいよな、こうしてみたら。やっぱこのレカロのシートもかっこがいいな、デザインがな、でいい、あの高級な感じがする。あ、かっこいいですね。正式名はコペン GR スポーツ。そうやな。これダイハツとか言わんのや。な。ダイハツのマークねえもんな。コペン GR スポーツやな。一応ダイハツコペン GR スポーツや。トヨタで売る場合もあるわけやけ。リンカラでは分かれてる、うん。分かれてるの、うん、うん。あの、トヨタコペンと、うん、ダイハツコペンの中の、うん、GR スポーツ。あ、そういう、うん、な、あれになっちゃうんだよ。2つに分かれる。あ、そうなんや。そうトヨタで売る場合は、トヨタコペン。トヨタ GR コペン。うん、で、ダイハツで売る場合は、ダイハツコペン GR スポーツ、うん。なるほど。同じものやけど、うん、の外の違うとこねえよな。トヨタで買おうが、ダイハツで買おうが、ダイハツのマークはもともと入らんけ。全く一緒。一緒やな。ここも前もコペのマークしか入らんよな、うん、な、ここもダイハツが一切使わんけんな、ということです。なら、まあ本題に入ります。オーナーさんどうですか、1年4ヶ月乗ってきて、おすすめの車両ではある？まあこういう車が好きな人、好きな人は、うん、ほんでもう1年4ヶ月乗っちょんけんさ、ある程度乗り慣れたやろ、走行距離が9000キロか乗ってきて、どうな、秋とか、まあ、秋は、あ、やっぱこれ軽じゃねえで、なんか他の人がよかったとか、いろいろ考えがあると思うけど、買ってよかったとか。いや、買ってはよ、正解やったと、うん、うん、いやでもね、キーボーさんの動画見て、うん、あのロードスターの、あ、ロードスター990、おーおーおー、 S な、同じオープン買うときに、うん、一応比較検討してみればよかったかなと今は思う。あれも300やけんな、あれな、車体価格を300切るんよ、で登録までしても300ちょろやけ、多分これと金額的にはこの GR エアロ組んだらガチないよ。いやもうこのこれ買った時はもうこれもうこれで買った車やけ、うん、しかなかった、うん、なるほどなるほど、その時はな、うん、その動画見て、うん、同じオープン、ツーシーターのオープン、うん、そのああロードスターの 990F も試乗すればよかったかなと。ああ、それな、今になって、いや、それは本当貴重な意見、うん、いや、このコペン乗りのオーナーだからこそ言える意見かもしれん、うん、俺あれ試乗したやん、うん、金額的に300ならありかなと思った、
車両本体280円。そう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 、だけんな、あのナビとかはないんやけど、うん、あの素の状態で200番後半で車体があって、登録まで全部300ちょろないな、あれ、うん、で素にマニュアルミッションを楽しむ FR スポーツオープンカーだけを考えたら、あれは俺お買い得やなって正直思った。ただまあその維持費の税金とかいろんなこと考えたら軽の方があの保険と税金安いし、まあお気軽っていうかな、うん、だけまあそういうのも含めて好みは割れるとは思うけど、コペン乗りのオーナーからその意見をあの聞いたのはこれ貴重と思います。確かにあれはあれで魅力はあった。いやでもあれもう今もうあれだった、もう販売、あれも俺が動画撮って次の日かなんかにもう受注っていうかあれなくなった。マイナーチェンジまで待たんとか、そうそう、うん、あれな、詳しい話は俺もわからんかったんやけど、200後半であれ赤字らしい、合わんし、もう部品高騰しとるもんやから、あの値段でも出し続けるのは合わんらしい。でも今ロードスター買おうと思ったらもう在庫がある分だけ、うん、分だけ、うん、あれなブレンボーも入っとるしな、うん、よかった、うん、ただまあそのライトウェイトでパワー的にはどうかなっていうところはあるんやろうけど、まあ楽しさという面から考えるともうガチやから、うん、まあ、金額的にも被るけどな、うん、ということで、コペンを検討の方、ロードスターやな、ロードスターも300万そこそこで買えるんであれば、まあ検討してもいいんかなと、コペンオーナーが率直に思っているそうです。はい、そういうことでいろいろお話を聞いてみました。まあでも買ったオーナーさんに言わせると買ってよかったと、これからコペンを検討の方おすすめだそうです。今回は1000やろな、リセールもいいし楽しいし、全くしてな、全くしてないということです。お、これさっきな俺思ったんよ、うん、これな、こんなことなってなかったやろ、それとここ、お、ピアノブラックつけた、うん、この前の動画の時はなかったわ、これは何、ピアノブラックのこのハンドルの部分とこのメーターの枠とエアコンの枠は、うん、これは車外、車外、あ、ここまで、いやいや、これは最初から、あ、この上の部分が、うん、このエアコンパネルな、うん、このここの、うん、とこのステアリング、ステアリング、こことこの GR はもともとあったんか、あったあったあったよな、うん、それかぶせちゃうんだよな、そうそう、で色はピアノブラックか、うん、このカーボンチョ選べたんや、うん、じゃああえてピアノブラックにした、うん、自分はそうしました、はあ、なるほど、うん、これなセットだ、いやいや結構いい値段した、一つにステアリング9900円、うん、でここも9900円、うん、でここも9900円、そこで約3万で、まあ楽天で買ったんやけど割引のクーポンで3000円ぐらい、うん、安くなった、それでも結構あれやな、うん、細かいところに、そう、あのこれでもおすすめアイテムやな、まあ金額的にはするけど、うん、あの引き締まっていい感じやな、さっき思ったよ俺、うん、俺この前となんか雰囲気違うなと思ったんや、うんうん、まあこれはまあおすすめのアイテムだそうです。ここはあまり見えんかな、でもこっから見た時に、うん、オープンした時にやっぱここは光っとるけん、うん、あの高級感はあるわ、うん、ああいいと思います、はい、参考にしてみてください。Thank you.